方法さんと今、しょうまさんっていう方が今いらしてくれたんで、やりましょうか。初の3人とんかつを目指すっていうことで。わかりました。ちなみにさっきやってて、さっき5位、6位ぐらいまで行ったのかな。お、誰か入ってきた。あれ、なんか同じ名前じゃなかった、気のせい。じゃちょっとそいつに裏切られないようにやっていく感じか。すごいなこれ。これ FF がある、ね、すぐ死にますよ。いや自分もね、全然あの自分の動画多分見たら分かると思うんですけど、ほとんど自分が先に死んで鳳凰さんが生き残ってるんで。俺も死にます。死ぬために入ってあげてるのもあった。死ぬために。おお、なんかすげえみんな殴り合いしてるけど大丈夫か。あ、でこれみんなの位置は分かるようになってるんだね。おお、あー、なるほどなるほど。あー、なるほどね。あ、めっちゃラグってる。めっちゃ瞬間移動してきた。でこの人が、この緑色の方が多分、これ自分です。あれ自分です。あー、この青い方だよね。あ、そっか、3番。あ、そうだ、3番が僕ですね。この多分 XXX とかになってる人が多分全く知らない人だね。この人が裏切らないように。めっちゃ喧嘩打ってるけど大丈夫。殴りかかって、全く微動だにしないっていうね。超殴って、ここで相手にされなかったら腹立つの。これあれなんじゃ、いないんじゃない今。この3人にめっちゃ殴られて、ちょっと嫌だな、このこいつらって。これ可愛がりだから、可愛がり、よく来た、俺たちのチームによく来た。あれ、これね、ジャンプパンチ、変なことしたら、うん、変なことしたら逆にこっち側やります。ああ。これ後でやらないですかね、これ。これね、ジャンプパンチでも一発で死んだ、ね、お、なんか、お、なんか、こう、風して、上半身裸のやつ。やばい、やばい、こいつら。こいつらやばいな。絶対ガチ勢っぽいなんか。ガチ勢っぽいな。裸はやばい。裸。あ、もう一人で裸のやつ。俺も服脱ごうか。これ服脱いでも防御力とか関係ないのかな。防御とかないのか。ベストとかだよねきっとね。大丈夫ですかね。よし。パンチできますわ。消えた。めちゃくちゃラグってんな。ここにだって100人集まってるから。100人集まってみんな思い思いの動きしてたな。俺の服拾われてる。変じゃん。カオスだな。すげえ変じゃん。すげえな、この角度やばい。なんで服脱いでる。服脱いでる。しかもなんか腕怪我してるけど大丈夫。ラトクだこれ。やべえ、めっちゃ空中に浮いてたけど。あ、始まった。さあ、どこ行きますか。どこ行きましょう。服ない状態で始まるの。服ないな、これ。じゃあまた、どこに行く。方法さんのおすすめの、この遺跡の近くだっけ、水に埋もれてる都市がいいんでしょ。あー、ここですか。あ、水埋もれてる都市。あ、そっちです。この今、マーキングしてる、スクールの方行くの。なんかみんな、これ、ノラの人がなんかスクール行きたがってるけど、あ、じゃ、降りよう、やべ、降りよう。みんな降りてる。降りよう。いや、結局どっち行くんですか、これ。あったね。とりあえず、水のところ、なんだっけ。そこがいいらしいよね、なんか方法さん情報だと。いないんですよ、全然。あれなんですけど。まあ、水の上は走れないんで。はい、あ、そっか。やべ。やべ、ちょっとやべ、降りれないんじゃないこれ。蹴る。あ、ラグい。やべ、バグってる。やべ、なんか変な建物にめり込んでるけど大丈夫か。こんじゃねえや。靴がねえから、とりあえず建物入れた。あ、なんか、ショットガンか。あ、やばい、重っ。何だこれは。ショットガンリロードしつつ、弾がねえな。いや、すっげえラグいよね、これ。なにこれ、ここの建物って何。ひどい。階段がないかと思ったら、バグってたのか。これ、ほうほうさん、これってさ、なんだっけ。
車とかは何、ちょっとこっから離れた場所行けばあるみたいな感じなの？ちょっと離れたところにありましたね、俺。ああでもなんかまあちょっとランダム要素はあるけどね。動かない、すげえラグってる。あ、フリーズした俺。あ、ダメだもう。ああ、マジで。あ、もう落ちました。あの、あれで意外と落ちた後ね、なんか再接続しますかって出て、それで、いや、なんかもうあれ、パブジー自体落ちました。なんかあ、ゲーム自体が落ちた。あ、ゲーム自体落ちてもね、もう一回起動した時にね、あのタイトル画面でちょっと待ったら、あのセッションがまだ続いてますって出て、できることはある。それでやるとなんか近くにリスポーンできることもあるけど、ごく稀にです。ごく稀になのそれ。そうなんだ。このゲーム初見で一番最初やった時ね、それなったんですよね。なんかいきなり降下中に止まって、再起動したらなんか降りた状態から始まって、ひどいなこれ、ちょっとマジで。いやー、このゲームね、アーリーアクセスだからね、結構そういうとこあるよね。じゃあこれでどこ行くかな。もうっていうか、向かっていうか、なんで下半身何も履いてないの君。あ、さっきのさっき出てきました。なんか さっきのめちゃくちゃシュールな光景だったな。ちょっと車探してみますね。あ、お願いします。車ってある程度決まってるんでしょ、きっと。リスポーンする場所が。リスポーンする場所は決まってますね。うん。ここにどれぐらい出るかっていう。そういう感じだ。でも大体あの、なんていうんですか、そこに絶対どの車が湧くみたいなやつは、多分ランダムでしょう。あー、なるほど。車ありそうっすか？ぽいのはありましたね。あの、廃車で、車だと思ったら、そう、それ見分けがつかないんですね。そうなんだよね、わかります。あれ、これどっから来たっけ、これ。こっちか、飛び降りるの。あ、ジープありましたね。おお、ナイスです。あ、ナイスです。これで車さえあれば、いや、さっき、いや、わかんないです、ね、わかんないです、これまだ廃車かもしれない。なんかちょっと斜めってるんで、廃車かもしれない。いや、そう、ジープ特に見分けつきにくいからね、廃車。これ廃車だな、これ。廃車か。違う、乗れる、これ。あ、よかった。あ、来ました、大丈夫ですか。車の音が、あー、来た。殺したらやばい。引かれないです。あ、クラクション鳴らせるんだ、しかも。おー、すげえ、乗れました。シュールね。あの、その箱乗りどうやってやるんですか、これ。箱乗り、あ、これあれ、普通に L2 で。ああ、これ運転してる人は多分できない。これね、横転するとね。運転してる人はできない。そう、運転してるとできない。いいから。このまま真っ直ぐ行けば。野良の人なんか、徒歩っぽいけど、かなり遠いな。左の方にいるよね。いや、一回ちょっと自分たちが範囲に入って、そう、そのままこれで範囲ギリギリをちょっと、あ、いや、やばい、あ、いや、待って、頑張れ、いける、これダメだ、もう無理。これ降りてさ、押したらいいとかある？あ、大丈夫だ。おお、すげえ。行って。ちょっと、じゃあ自分が運転してみようかな。あれ、運転、あれ、あれ、あれ。いや、いいよ。誰でもいい。のとりあえず、オッケー。今、しかも今、多分あの、しょうまさん、多分あの、車にちょっと雨引きされて、多分食らったでしょ。ちょっとダメージ食らいました。大丈夫。お、撃たれてるぞ。後ろから撃たれてる。どっから撃たれてる？乗る？生きてる？乗るみたいですね。あれ、あの、どういうか。お、なんか撃たれてんな、でもどっかから。起こらないよ、ね、こうになる。とりあえず体力回復しないとやばいっすよ。あ、体力ね、車止まってるときはね、回復使えるよ。あ、ここ、いや、空いてますね、空きやすいね、これ。空きやすい？おー、すげえな。
どっかでちょっと車止めて帰る。ここら辺行きますか、ここら辺。うん。増えた感じ。あ、そこいいんじゃない。どうですか、下長押しで行けますか、回復。回復持ってきたら、うん、俺も回復しよう。あ、みんな回復してる。みんな回復してる。オッケー。大丈夫かな、うん、あ、なんか薬飲んでるぞ助手席の人薬みんな薬ペインキラー飲んでる。行きましょう。オッケーです。いた、いた。どこ。います、どこいます。どこか手前の左側の家。あー、怖いな。え、人多いわ、4人は。どうしようこれ。いやー、無理に。いた。あー、めっちゃいる。あ、うわ、嘘でしょ。ちょ、なんで俺いつもこうなっちゃうの。やべえ、車乗ってたらなんか撃たれ。いやー、そうだね。あー、やられた、死んだ。やべえ、一番最初に殺されてる。またもうこうお約束かっていうぐらいあれしてんな。じゃあちょっとまた背後霊になって見守ってますんで。やべえ、速攻撃ち殺されたな。なんか車からなんか脱落しちゃうのって、これなんか当たりどころとかなのかな。これ車捨てますか。うん、まあもしくは範囲向こうですか。範囲向こう。あ、マジですか。ああ、範囲あるか、橋渡った先だ。あ、でも早めに行けばボートありますよ。あ、そっか、ボートで行くって方法もあるのか。お、これで行くんすか。それ、使えないでしょ。これで行くんすか。これ乗れない。それ乗れないでしょ。あ、もうね。あ、泳いで行きます。あ、無理か。泳いで行くのは、うん、泳いで行ったらその後が辛いと思うよ。もう、車で死ぬ覚悟で行きましょう。この橋を。行っちゃいましょうか。意外とどうだろう、検問してないかもしんないよね。ああ、船あっち側にあるな、多分もう同じ考えの人が。ああ、敵いるんだ。ちょっと、あたた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 。ああ、ほんとだ。ああ、それ乗ったらいいと思うね。すげえ格好してんな。下履こうぜっていうね。そして行きましょう。うん、ガーッと行っちゃって、多分食らわないと思うよ。車だと食らっちゃうけど。うん、おお、牛ぐだなマジで。牛だな。救援物資が戦ってる。もう行った。あ、撃ってくる。あ、いるな。橋の上いるね。いや、もう橋の下行っちゃえばいいじゃん。あ、いいです、ダウンした。あら、歴戦の猛者っぽかったのにね、緑色の人。一番いい銃持ってたのに。そうマジかよ。スカートをね、なんか2つ持つよ。あ、もうちょうど範囲ここか。うわ、めっちゃ打ち合いしてる。何も大丈夫です。大丈夫です。お、すごい。やばいこれはダメだ。手榴弾2人か。うわあ、2人か。うん、うわー、これきついなー。回り込まれそう。左から、あー、回り込んできてんだ。わかんねえ。あー、無理だ。強いね。多分、スクワットっぽいね、今の人たちね。